おはようございます。波乗り三昧です。2018年8月8日水曜日、仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズなんですが、赤浜半前後といったところですかね。昨日3時台に新港に来て動画を撮っていたんですが、その時に比べてサイズ落ちていますね。多分なんですが、台風のうねり、房総半島のちょっと影っていうかね、そんな感じなのかもしれません。確実にそうだとは言えないんですが、潮上げてるのもあるのかもしれませんが、サイズは、落ちています。それでですね、今日はさすがに、海入ってるサーファーはいません。話聞いたら朝から入っている人はいなかった模様です。それでですね、ここ見ていただくと分かるんですが、テトラのラインでブレイクするラインからスープの岸からこうブレイク地点までずっと真っ白っていうね、そういうスープが幅広に一帯にあるって感じで、これゲットできないですね。でかい波が単発に来るのはゲットしやすいんですけど、このスープずる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 後戻りさせられて、前に進まないっていうね、そのような状況なんで、これ台風が過ぎ去って、バックスウェルが入ってくる、金曜日はまだ難しいですかね、土曜日あたり、になれば、エキスパート波乗りできるかなっていうかね、そんな感じには思っています。ですね、なんか波もいい感じに割れる波入ってないですね。なんか上っ面だけずるずると割れてスープになってしまうっていうか、そんな状況で、昨日よりか とサイズダウンしてしまったっていうね、まあ予想に反してっていうかね、そんな感じなんですけど、で今日天気なんですが、曇りですね。雨は今日はまだ降っていません。風は北東風で、もろ温床っていうかね、そんな感じで波が潰されてしまうような波ですね。でですが、今日できるとしたらどうでしょうね、石巻の漁港とか、女川のシークレットとか、弁天崎とか、そんな感じですかね。震災の後はあまり南のポイント、福島の方とかね、行っていないのでよくわからないんですが、南の方に下ってどこかできるところがあるのかなっていうかね、
まあ昔又山へとかね、台風の時よく行った記憶があるんですが、まあ、震災の後行ってないんでどんな状況だかわからないんで、まあよくわからないんですけど、弁天崎とかもあそこもどっちかというとバックスウェル系がいいのかなっていうかね、そんな感じはするんですね。あと長野シークレットもあそこも三陸沖に低気圧とか台風が行った後のバックスウェル系がいいのかなとは思うんですが、石巻漁港の脇とかだったら、この状態でも行けるのかなとは思うんですが、そうですね、震災の後あまり遠出私してないっすね。なんか女川のシークレットは震災で、ずいぶん下に瓦礫とか溜まって全然できないような状態というような話は聞いているんですが、まあこれも私行ってライドしたわけじゃないんですが、まあどうにかなんか乗れるような話も聞いているんですね。もうこれ現場に行って、見ていないので何とも言えないんですが、仙台新港クローズとした場合ちょっと、見に行ってみるというのもいいかもしれませんね。なんかゲットできても乗れそうな波、新港今の時点は全然入ってないですね。うねりの向きが全然合ってない気が します。そろそろ動画の撮影終わりといたします。右下に赤いチャンネル登録ボタンがありますので、登録されてない方は何とぞご登録よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。